聖イジー聖堂は、チェコのプラハ城に残る、最も古い教会建築である、聖イジー教会とも、聖イジー聖堂は、ボヘミア公ブラチスラフ一世により、920年に創建された。このバシリカは、聖イジーへと捧げられている。973年には大幅に拡張され、ベネディクト会計の聖イジー修道院が追加された。年には、 プラハ城で起きた大火事のために回収されている。17世紀後半には、バロック建築によるファサードが追加された。ボヘミアのセイリュドミライトを捧げられたゴシック様式のチャペルには、聖人の墓所が存在する。また、プラチスラフ一世及び、ボレスワフ二世の墓廟もこのバシリカに設けられている。現代ではこの建物では、プラハ国立美術館として19世紀の、 ボヘミア美術コレクションの展示を行っており、また、コンサートホールとしても利用される。聖イジー修道院、長望973年に設置された聖イジー、修道院はボヘミア、時には神聖ローマ帝国全体の権力と、宗教的には、司教座の隣に位置し、歴史上重要な役割を果たしてきた。過去にはこの修道院の共同体は、 ボヘミアコーヒーを体感させる権利を有していた。今日では、バシリカ同様に修道院としての活動は行っておらず、バシリカに連なる建物として、美術品を展示している。ありがとうございます。